テイクツーインタラクティブロックスターゲームスレイジ、テクノロジーグループレイジテクノロジーグループは、アメリカのテイクツーインタラクティブ内のブランドロックスター、ゲームス社参加、ロックスター、サンディエゴ社内の一部門である、ロックスタースタジオ内の一つ。レイジとは、ロックスターアドバンスドゲームエンジンの略称。2001年のグランドセフトオート3や2002年の、 グランドセフトオートバイスシティなどに使用されていたレンダーウェアの使用を止めロックスターアドバンスドゲームエンジンの開発を行われた理由は2004年にクライテリオンゲームズ社がバトルフィールドシリーズなどで知られているエレクトロニックアーツ社により買収されてしまいロックスター社はロックスターブランドのゲームエンジンを開発を開始しランダーウェアから移行しロックスター サンディエゴ社内の一部門として2006年にレイジ、テクノロジーグループ社を開設した。また、2012年にマックス・ペインさんが発売された以降、レイジはディレクテックス11とパーソナルコンピュータ用の立体 3D レンダリングにもサポートしている。ロックスターゲームスプレゼンツ、テーブルテニスからレッドデッドリデンプション2までと様々なゲームエンジンとして現在も使用されている。 ダイビッシュシュトゥンスピールエンジンズヒンターデンヒッツゲームスター www.gamestar.de.2019 年2月21日閲覧ありがとうございます